鉄の梅もできた。ショーの友達さん、節約で弁当作りしてないですが、学生時代のコアラの時代、コアラ弁当の鉄板知りたいです。ほうれん草多いのは知っています。場所ってありがとうございます。いや、うまかったっすけどね、弁当は。いや、そういう話じゃないでしょ。この弁当のこのメニューが好きだったっていうのは何だろう。チキチキボン好きだったな。え？まあ、中高であんま入ってなかった気がするけど。小学校の時に弁当よく入ってたな。俺なんだろう、鶏肉の炒め物とか結構あれあったかな、ちょっとごめんなさい覚えてないです。これが定番っていうのは。まあでもね、野菜たくさん入っててよかったよ。それはホリエモンみたいになんなくて。いや、ホリエさんのはでも仕事とかすごいできるけど、ね、いやだからそのホリエさんみたいになんなくてはおかしくない。でもおかしいね。うん、もう完全否定してるじゃん、堀江さんを。好きです。いや、好きですとかじゃなくて。いやいや、川崎。いえ、愛の街は。